はい、どうも、なぎです。今日からスプラトゥーン2の無料体験版ができるということで、自分もつけました。体験版を通してさ、スプラトゥーンのために、スイッチ買った人じゃなくて、あつ森とかで買った人やってほしいですよね。え？なんでこの部屋でランク44いんの？待って、おかしい。いや、おかしいだろ、今の。みんなランク1なんだろうね。もうランク1ではないけど、すごいぞ、今のラインナップは。一人だけ44だぞ。はい、マッチングしました、ナーバリバトル。あ、ランク44、こっちだ。スプラシューターだ。こっちだ。あ、なんかすごい安心感がある。よろしくお願いします。おい、味方突っ込んでたぞ。これ初心者じゃないぞ、多分。俺と同じような人種だぞ。ほら、もう戦いに行ってる。頑張れ。頑張れ。来た、やばい、来た。やばい。でもなんか気持ちが初心者でいるわ、俺。始めたての頃思い出す、すごい。え、味方強い。やった、俺も倒した。なんか突っ込んでくるんだけど、敵。うお。お、中央取った。ね、みんな分かってる。塗る場所みんな分かってる。強い、待って、そんなにそんな、ぐいぐい行く、みんな。みんなそんなぐいぐい行っちゃうなら俺も。行っちゃおうかな、ここに。あれ当たんない。あれ全然当たんない。うわ、スーパー着地、えっぐ。このラインナップのスーパー着地、えぐいな。え、なんか、本当に昔思い出すわ。昔はスーパー着地がすごい強いと思われてたんですよ。今は多分、着地刈られちゃうんだけど、全然当たらない。全然当たらなかった。そう。昔は着地強えってなってたんよな。スプラシューターみんな使ってて。あとね、ボムがね、意外と当たる範囲広かったんだよね。ほい。強い。ボム強いな。やっぱりボムは強い。いや、インクはこんなにあると強くない？ああ。ボムだけ投げとくか？お、いるね。この下、あ、いたいた。あ。いやー、ダメージが。あれ？どこ？そっち？なんでそんな逃げるのうまいの？ちょっと待って。なんでそんな逃げるの？なんでそんなうまいの逃げるの？あー、ボムがあった！嘘だろ。おい。やばいぞ。ピンチだぞ。ナイス。やはり味方も強いな。てか、火も強いんだけど。あ、待って、インカーバーついてる。あー、インカーバーついてた。これ、レベル高くない？ランク1と44しかいないのに。やだよ、こんな殺伐とした。始めたてきついっしょ。もう怖い。え、なんか倒した。いるかなって思ったのに。塗っちゃおう。あ、最後の一人いる。あれ、全然当たんない。よし。これは勝ったな。ほい。これは勝った。これは勝ったけど。いいのか、この試合は。許してくれるのか、任天堂さん。よーし、勝った。じゃ、勝った。レベル高くない？最近のスプラトゥーンはレベルが高いですね。ね。はい、マッチングしました。富士坪スポーツクラブの縄張りバトルです。あ、ランク初心者抜けたか。あれ、相手一人いない。あら。あら。あらら。あらら、海鮮お茶、あらら。誰だ、ダイナモか。ダイナモいなくなっちゃったのか。リンクアーマー貯めてあげる。え、待って、味方やられてる。え、そんなことないよね。え、やられてる。え？強くね？チャージャーか。めちゃくちゃ初心者マークだよ。初心者マークっていうか、若葉って生きてるよ。若葉イカって生きてるよ。これもしかしてうまい？チャージャー。危な。え、なんか意外とやられてるみんな。危ない。ハイプレイ、うまい。
回帰ろう、一回帰ろう、一回帰ろう、一回帰ろう。これは意外と相手 X パワー2500とか怖すぎる。怖来てるね。チャージャーが狙ってるか、倒していく。オッケー、この人だな多分。うちの味方がヒルされてくから相当うまいチャージャーなんだろうな。気をつけないとね。うわー、パブロ持つぜ。あ、なんか倒した。これ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 、あーとちょっとなんだけど逃げられちゃった。ちょっとチャージャーに圧かけないとな。うちのかわいいかわいい味方ちゃんがやられちゃう。てか3対4なのに、なんか相手すげえ多く感じんだけど3対4なのに。危ないって、アイバープレッサーうまいって。よし、圧かけに、あー落ちちゃった、ボム。これ3対4だよね。でも3対4だよね。やばい、雨ちょっと嫌だな。痛い、まずいまずい。カーボンがどこだ。ちょっとチャージャー怖いから、頑張れ味方、いけ。これで倒しに行こう。今インクアーマーでチャンスだ。危ない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 。なんか降りてきた。やばい、まずい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 。えー、うまい。うまい。え、当たられたよー。こっちいるよ、敵。いるぞー。あ、なんか味方抜けてくれてる。すげえ、頑張ってる、頑張ってる。あー、カーボンが塗ってるな。さっき止められなかった俺の責任だ、これは。責任問題だ。ちょっと倒さなきゃいけない。チャージャーも来そうだ。ええー、うまい。待って。うまい。あ、でも味方抜けてくれてるから、これは死なないようにちょっと塗り返せれば OK だな。塗っちゃう塗っちゃう。多分味方抜けてくれてるから勝ったけど、これ3対4だったのか。本当になんかめちゃくちゃ敵強く感じたんだけど、勝った勝った。とりあえず勝ちました。よかった、勝てて。あ、やっぱ強いよ。あ、またランクの低い部屋に。またランクの低い部屋に入った。まあ、ランク4だから俺と同じ人種だな。人種ってよりかなんかイカ種人じゃないもんね。はい、間違えました。マンタマリア語です。まあ、武器はね、まあでも、まあ若葉か、そうか。若葉ローラー系か。こんなんさ、もうとりあえず塗るよね、まずは。最初の若葉使いは絶対塗るんよ。若葉使いっていうか、まあ、最初若葉絶対持たされるんですけど。もう銀カマ溜まったから、味方戦ってるかな？戦ってるな。うん、使ってもいい。あ、やれちゃった。ちょっと使うタイミングが遅かったね、ごめんなさい。もうちょい早く使ってあげれば。やばい。めっちゃボム打ってくる。やばい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 。あの中めちゃボム投げてくる。なんか残ってくるね、これ。こっちか。ちょっとスクイックめんどくさいんです。オッケーオッケー、倒した。うわ、ダイナモ。怖い怖い怖い。ダイナモ怖い。ちょっと待って。下にいるんだよね。当たんない当たんない。いや違う、これ登ってる。ああ、もうダメ、全然当たらんよ。よし、はい、一回上行こう。後ろから後ろから攻めちゃおう。あ、痛い痛い、全然当たらん。そのローラ強てか後ろ抜けられてないこれ。大丈夫？あー大丈夫そうだな。危なかったね、塗られちゃったら大変なことになってた。塗り返さなきゃいけないからね。てかさっきのさっきのローラーとか強くないか。やはり初心者じゃない。なんでこれカーリング塗れてないの、びっくり。なんか時々あるよね、こういう不具合。カーリング流してんのに塗れないみたいな。
いる、上いる、上いる。残念ながら僕の攻撃が届かないんです。ちょっとこの人倒して、今いたよねローラー、いないか。でもなんか狙われてる。先に手前倒しといて、ボムで。あい強い、あい強い。これはこれはあの若葉の特権。いや、あっ、いやー持っていけないか、ごめんなさいごめんなさい。あと一発強い。若葉の特権ボムがね強いからかけないっすだけど、あ、1か。でもダイナノいなくなったのは嬉しい。いや、これ抜けるな。来てる、危ない危ない、止めたぞ。え、これ塗り返せるか。スペシャルため使おう。ボム投げといて最後塗る。いや、これわかんない、際どいな。自分次第、自分塗り次第。いやー、きついか。勝った勝った、 0.6 だって。ギリギリの試合だったね。でもさ、これランク4じゃない。